ロシア軍の墜落したステルス無人攻撃機、滑空爆弾を搭載か。ロシア空軍初のステルス無人攻撃機である S-70 オホートニクの貴重な一機が5日、ウクライナ東部ドネツク州バフムート近郊のチャシウヤール方面で墜落した。どうやら飛行中に不具合を起こしたらしく、随伴するロシア軍の戦闘機によって撃墜されたようだ。残骸はチャシウヤールのすぐ南西のコスチャンティニウカに落下した。墜落現場の画像は、横幅約20メートルのこの亜音速ドローンが東部の前線上空で何をしていたのかについて興味をそそる手がかりを与えてくれる。焼け焦げて散乱した機体の残骸の中に D30SN 精密誘導爆弾の部品らしきものも転がっていた。これはオホートニクが当時爆撃任務で出撃していたことを強く示唆するものだ。ロシア空軍の非公式テレグラムチャンネルであるファイターボンバーは、オホートニクの撃墜をロシア空軍がウクライナ上空にこの無人機を数多く飛ばすようになっている証拠だと解釈している。ロシアは特別軍事作戦を行っている地域で、重攻撃無人航空機のイノヘイジェッツとオホートニクを大量に使用し始めたとファイターボンバーは主張している。特別軍事作戦はウクライナに対する戦争のロシアの政権による故障。イノホージェッツは非ステルスでプロペラ推進式の無人航空機オリオンの別名だ。全長約8メートルのイノヘイジェッツについては、ウクライナ上空で繰り返し任務飛行を行っていることがはっきりしている。というのもウクライナ側はこれまでにこの無人攻撃機を少なくとも7機撃破しているからだ。一方、オホートニクがロシアの戦争努力に実質的な貢献をしているのかどうかはそれほどはっきりしていない。衛星誘導のオホートニクは2019年に初飛行し、2年後に初めて爆弾を投下した。開発元のスホーイ社が当初製造したプロトタイプはわずか2機だった。ファイターボンバーはオホートニクが量産段階に入っていると主張しているが、その真偽を確かめるのは難しい。スホイによる新機種の開発が遅いことを踏まえると、ロシア軍のオホートニクの在庫はプロトタイプの2機しかなく、墜落したのはそのうちの1機だった可能性もある。より楽観的な見方は、プロトタイプ2機と量産型の最初の1機の計3機あったというものだ。SU-34 をオホートニクで補う狙いとみられるが容易ではなさそう。いずれにせよ、ロシア空軍がこの大型の最新鋭ドローンを滑空爆弾搭載機として配備する意向であることが明るみに出た。ロシア空軍が現在滑空爆弾による爆撃に主に用いているのは SU-34 戦闘爆撃機だ。100機程度の SU-34 はせわしなく出撃し、精密誘導される有翼の滑空爆弾をウクライナの軍人や民間人に向けて40キロ以上離れた空域から月に計3000発ほど発射している。ただこの戦争は SU-34 を運用する連隊にとっても過酷なものになっている。2022年2月にロシアがウクライナに対する戦争を拡大して以来、ロシア空軍は2人乗りの超音速機である SU-34 をウクライナ側の攻撃によって30機ほど撃破されている。これまでの生産数の5分の1程度を失った計算だ。滑空爆弾による爆撃作戦にオホートニクも投入すれば、 SU-34 連隊は休息を取ったり代替が難しい搭乗員の命を守ったりできるだろう。とはいえ、それが言うほど簡単なことではないのを改めて示したのが5日の災難だった。 AI を搭載した無人攻撃機の開発をリードする米空軍ですら、完全な AI ドローンの配備は何年も先になる見通しとなっている。ロシア空軍はそれに何年も遅れている。オホートニクが依然として地上の操縦士、おそらくロシア国内のどこかにいる操縦士との強力な無線リンクに依存しているのはほぼ確実だ。そして衛星で中継されるこの無線リンクは、
ウクライナの1000キロに及ぶ戦線の各地で通信や広報を難しくしている強力なジャミングに遭いやすい。今回のオホート肉もチャシウヤール付近で操縦士側との接続を失い、その後味方の戦闘機によって撃墜されたという可能性は十分ある。制御不能になったドローンは敵陣やその後方にほぼ無傷で不時着し、機密技術が敵の情報機関の手に渡ってしまう恐れがある。ロシア側はおそらく制御できなくなったオホート肉を撃墜して処分し、外国の専門家によって分解調査されるのを防ごうとしたのだろう。しかし周知の通り、それは失敗に終わった。墜落したドローンとその弾薬は画像からオホート肉と滑空爆弾だと観察者ですら識別できるほど外形をとどめていた。ウクライナ南部港で船舶にロシアのミサイル命中、1人死亡。ウクライナ当局者によると、南部のオデーサ港で7日、ロシアのミサイルがパラオ船籍の船舶に命中し、ウクライナ人1人が死亡、乗組員5人が負傷した。ウクライナのシバハ外相は、X への投稿で、船舶2隻が黒海の穀物輸出拠点で損傷を受けたと述べ、ロシアの行動を非難した。船舶の状態について詳細には言及しなかった。ロシア国防省は現時点でコメント要請に応じていないが、民間の標的に対する攻撃は繰り返し否定している。オデーサ州のキペル知事はメッセージアプリのテレグラムで、今回の攻撃で死亡した男性は港湾労働者だったと述べた。負傷した5人は外国人と船員だった。クレバ副首相はこの船をオプティマ号と特定し、攻撃される数時間前にオデーサに到着したと述べた。またウクライナ復興省によると、近くのビブデンニ港でも6日に船舶が攻撃を受けた。同省は6000トンのトウモロコシを積んでいたセントクリストファーネイビス船籍のパレサ号と特定、シリア人とエジプト人乗組員15人に怪我はなかったとした。ロシアの攻撃で損傷を受けた民間船は20隻目という。ウクライナは穀物輸送とか、またプロパガンダを流していますが、おそらく長距離ミサイルなどをウクライナに運んでいたのでしょう。他に数隻が沈められているみたいです。最近オデッサに対しロシアは空爆を強化しています。理由は10月12日の NATO 会議で、 NATO は正式にロシア領土内への長距離兵器の使用をウクライナに許可するとの話が出ているためです。ウクライナ兵は優秀なので NATO 兵器の使い方が分かりません。 NATO 軍が直接操作しロシア領土内を攻撃するということです。ロシアは報復に核を使用しないでしょう。最近あったイランのイスラエルに対する報復攻撃がヒントになると思います。ロシアは潜水艦搭載型の極超音速ミサイルを持っていますので、どこからでも攻撃できます。NATO 国内で初めてミサイル攻撃を食らうのはどの国か、興味深いことが起こりそうです。クリミアの燃料施設で火災、ウクライナ攻撃成功と発表、継戦能力低下狙う。ロシアの実効支配下にあるウクライナ南部クリミア半島の南東部フェオドシアの燃料貯蔵施設で7日大規模な火災が発生した。タス通信が伝えた。ウクライナ軍参謀本部は同日、燃料貯蔵施設を標的とした同国軍のミサイル部隊の攻撃が成功したと発表。同施設がロシア軍に燃料を供給していたほか、石油製品の積み替え量でクリミア最大だったと指摘した。ウクライナ軍は過去数ヶ月間、ロシア領内やクリミア半島の燃料貯蔵施設や弾薬庫などを標的としたドローン攻撃を激化、ロシア軍の兵站に打撃を与え、継戦能力を低下させる作戦だと説明している。タス通信によると、今回の燃料貯蔵施設の火災を受け、地元当局は非常事態を宣言、一部の道路を通行止めにしたほか、
周辺住民300人を避難させた。火災による死傷者はなかったとした。ロシア国防省は7日同日未明までにクリミア上空などでウクライナ軍のドローン21機を撃墜したと主張した。ドローン攻撃と火災の関連は不明。一方、前線の戦況をめぐり、ロシア国防省は7日最激戦地であるウクライナ東部ドネツク州のポクロフスク方面の集落グロドフカを制圧したと主張した。ロシア軍はウクライナ軍の重要防衛拠点の一角であるポクロフスクを制圧し、主目標とする同州全域の掌握につなげる狙いだと見られている。クリミア方面はヘルソンの川をまたいでドローンとかで攻撃し合っているぐらいなので、平坦というよりも市民生活の方だろう。ロシアの方がエネルギー施設への攻撃を多くしているので、被害者マウントのためにあくまで平坦への攻撃というプロパガンダの手段。イスラエルもウクライナもロシアも自国の軍事施設への攻撃は当たっても防いだとプロパガンダするし、戦争が長引いているのでプロパガンダの使われ方はだいぶ分かってきた。イスラエルがシリアのロシア軍が使っている空軍基地近くのヒズボラの武器庫にミサイルを撃ち込んだら、ウクライナではイスラエルがロシア軍基地を攻撃したと報道して喜んでいたみたいだし。